第30回武井照子テンチャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、まあ毎回ちょっとライブに出て、今はですね、矢沢永吉漫談をもう修正に修正を重ねて、どんどんそのネタを成長させていただいてるんですが、まあ一番最初やったネタ、まあそこからまた修正したネタ、一回配信したんですが、もう一回ちょっと一番最初の見てください。どうぞ。こんにちは。ようこそ矢沢永吉ファンクラブ会員ナンバー6124番東大阪支部長武井輝夫さん。まあもちろん皆さん矢沢永吉さんのコンサート1回は見に行ったよね。まあ聞くまでもないけど、ちょっと1回聞いてみようか。皆さん矢沢永吉さんのコンサート1回でも見に行ったって、見に行ったいう方手前で一人ファイなぜに考えられん。皆さん、この状況俺はいいけど、矢沢はどういうかな。いや本当に皆さん、矢沢永吉さんのコンサートを見に行くのは国民の義務だよ。消費税みたいなもんだよ。皆さんの生活人生の中に矢沢永吉の生活が 10% くっついてくるから、年数が経つことによってパーセンテージが上がっていくから。だから30年後には皆さんの生活人生に矢沢永吉の30、ね、生活が 50% くっついてくるから。反同性だよもう。まあ30年後俺は生きてるけど矢沢は生きてるから、まあ皆さんここでそうしたら、矢沢永吉さんのコンサートはこれだけ素晴らしいんやという魅力を今から俺がプレゼンするから、よろしく。まずは矢沢永吉さんのコンサート会場前で、年下おっさんが赤い字で背中にいい矢沢って書いてる真っ白のスーツを着て、大体にはこんな感じで歩いてて、うん、顔は大体皆さんムンクの叫びみたいになってるから、うん、それで、お久しぶり、お久しぶりって、大体矢沢永吉さんのコンサート年に1回しか会わない知り合いが多いわけ。うん、元気か。いや、この前準備症体炎で入院してたんや。でも退院したわ、あ、そっか、よかったなって、まあ、安否確認の場所でもあるわけ。もうほとんどの人が電車の駆け込みは間に合わないから、うん、ほんであのね、平成と令和の新しい A ちゃんのファンとデビュー当時からの昭和のファンはえらい違いやろ。もうデビュー当時の昭和のファンはもうガキの頃シンナー吸いすぎてんのか、歯が1、2本必ず欠けてるんだ。で酒の飲みすぎて肝臓悪いのが顔が茶色なの。まさに文句よ。そいつが、俺は絶対将来 A ちゃんみたいにビッグになったねって。もうその人の年齢、将来を超えてる年齢なんですよ。でもベロベロなんですよ。ね、ほんで言うときますけど、矢沢永吉さんのコンサートって飲酒してる方は入場お断りされるんですよ。ほんでその人がスタッフに言うてんのよ。飲んでへん言うとるやんけ。スタッフさんが、いや、お酒の匂いがします、これはノンアルコールビールじゃ言うてる。いやいや、もうベロベロに酔っ払ってるじゃないですか、ノンアルコールビール10本飲んだら酔うんじゃってわけわからなくて追い返されてましたけどね。まあだから A ちゃんのコンサートでないとこんなファン見れないから魅力的でしょ。あ、皆さん長渕剛さんのコンサート行ったことあるでしょ、手を挙げて。一人だけ。し、皆さんろくなもんじゃねえ。今度は長渕さんのコンサートの魅力をプレゼンしますから、よろしく。皆さん、おいしいビール飲んで帰ってください。今日はどうもありがとう。はい、ということでね、まあダメですね。ていうか本題に入る前が長すぎるし、一個一個のネタが確信をついてないから、スコンってこうね、溝打ちにストンとこう入ってないなっていう感じがしましたね。だからこう A ちゃんのファンをベースに作ったんですけど、ちょっとね、これまあまあフリーでこう滑らない話であれば面白くなるんですけど、やっぱり漫談としてはもうちょっとコンパクトにコンコンコンと入っていくように作っていかないかんな。じゃあちょっとこれファンを
なんかクローズアップじゃなしに矢沢永吉さんの方にクローズアップして作ってみようと思って、ちょっとまたそれを修正してライブで、試してきました。それ見てください。どんな人の後半戦上げてる人ようこそ矢沢永吉ファンクラブ会員番号6125番、上げてる人よろしく。皆さん、この前の矢沢永吉さんのコンサート行った人を手を挙げて。なぜ？え？ここ矢沢永吉ファンクラブの集いじゃないの？川崎支部ではないの？それにしても皆さん、誰一人行ってないって、ちょっとこれ、この状況俺はいいけど矢沢はどう言うかな？いや、本当に残念ですよ。残念、生きてタピオカを買ってストローでタピオカを吸い切れずにジュースだけ飲んで捨ててしまった俺のおかんぐらい残念です。皆さんぜひ行ってください。じゃあ今から俺が矢沢永吉さんのコンサートの魅力をプレゼンするからよろしく。まずは矢沢永吉さんのコンサートは飲酒禁止なんですよ。入り口でお酒の匂いがしたら入場お断りされるんですよ。なぜかというとファン同士がお酒によって喧嘩したりするから。もうこの時点でこのコンサートおもろいでしょ。ね、このルールがあるにもかかわらず酔ってくるやつがいてんのよ。愛すべきファンが真っ白のスーツ着て入り口でスタッフに飲めん言うとるやろ。いや、あのお酒の匂いしますから、これはノンアルコールビールじゃんってわけわからんこと繋ぎ出されてましたからね。覚えとけ、俺も将来Aちゃんみたいにビッグになったからお前を見返したぞって。その人も将来をとっくに超えた年齢やけどね。横で子供が泣いてましたけどね。まあ会場に入ったら会場は盛り上がってる。もう3万人全員がエイちゃんコール、エイちゃん、エイちゃん、エイちゃん、ドーン。会場は真っ暗、シーン。ドラムから入る、スッタッ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 、チェーン、チェーン。ステージは照明がバーン。やだ、エイキチが登場。その登場もまた演出が派手なわけ。一番印象に残ってるのがそのガタイのいい真っ黒のスーツ着たサングラスしたトランシーバー持った SP5 人に囲まれて A ちゃんが出てくる。 A ちゃん、あなたは誰に命を狙われてるのっていう演出がまた最高。そんちゃい5曲ぐらい連チャンで歌うわけ。そしてやっと MC が入るわけ。皆さんようこそ。今から2時間日本の本当のロック紹介します。よろしく。いやー、じゃあ他のロックは偽物かいっていう、あのビッグマウスが最高。そしてパッと横見たらおばあちゃんが見に来てるわけ。おばあちゃんを見に来らす矢沢永吉最高でしょ。そんでエイちゃんのこの動き、これがまた最高。なんて言われたらエイちゃんは指揮者なんですよ。音楽が全部頭に入ってる。ベースを使ったベースアップ、ドラムをもっと刻む、ドピアノをもっとそうそうそうアップテンポで、そうそうそう、ベース、そう、ドラム、ビート全部刻む、ピアノエレガント最高ってこういう動き。横でおばあちゃんそれ見て、あの人体どっか悪いのかしら。最後にエイちゃんが必ず言う言葉があるわけ。 Thank you。 皆さん帰り美味しいビール飲んで帰ってください。会場がうわー、会場の外ではもう飲んでるよ。わー、どう、行く気になった？じゃあもう一回聞きます。皆さん、長渕剛のコンサート行ったことある？これもゼロ。せい、皆さんろくなもんじゃねえ。じゃあ次回は長渕剛の魅力をプレゼンします。皆さん帰り美味しいタピオカ飲んで帰ってください。 Thank you。 まあ悪くはないんやけど、なんかちょっとね、やっぱ弱いね。それでどうしたもんかなと思った時に、まあ、エイちゃんっていう、矢沢永吉さんという自体が面白い人やから、あの、かっこいいところになんかちょっと意味わからんこと言ったりするところの面白さを、ただそれをコピって言ってたら、結局俺が面白いんじゃなくに、矢沢永吉さんが面白いんやと。いや、そういうことじゃなしに、竹井照彦のスパイスを入れて、その面白さをこっち側でこう伝えていくにはどうするかって言ったら、やっぱり、エイちゃん語録とか、エイちゃんのそういう発した言葉とか行動に対して、こっちがどう突っ込んでいくかとか。で、どう突っ込むんやけど、ファンはそれでいいんやっていう、
否定しないで肯定していく。だからこそファンなんですっていう面白さ。ちゃんとそのファンだけの、その世界の空間が周りから見たら滑稽に見えてしまうって。でも熱烈なファンはこうなんだよっていう熱く語るのは俺はもうマジで語っていこうっていうことで、今回このネタを修正して、ちょっとこれを語りに変えてみようと思って、本当になんかステージのイメージをこう、今からコンサートが始まるんや、ほんで始まってこうなっていくんや、みたいな絵が浮かんでくるような喋りをして、ネタをそういう風にちょっと変えてみようということで修正したネタが今回ライブで挑んできました。見てください。どうぞ。ようこそ矢川永吉ファンクラブ会員番号6250番、竹井秀樹です。皆さん、矢川永吉さんのコンサート一回でも見に行ったっていう方、手を挙げて。わぁなぜに。皆さん、この状況俺はいいけど、矢沢はどういうか。皆さん、そこの分析俺はいいけど、主催者はどういうか。まあまあそれはいいんだけど、じゃあ今から俺が矢沢永吉さんのコンサートの魅力をプレゼンするから、これ聞いたら絶対行きたくなるから。矢沢永吉さんのコンサート一番会場が盛り上がるのはやはり武道館よ。永ちゃんが、今から45年前、俺が武道館の片隅でそっと見てたら、ロンドンのバンド、イギリスのバンドがステージやってるわけ。俺ずっと思ったわけ、なんで日本の武道館で日本のアーティストがやらないの。じゃあ俺がやってやるっていうことで、今回で165回目、分かったね。日本でロックの市民権を一番最初に掴んだのがあの男、矢沢永吉の武道館のコンサート。会場入ればもうコンサート始まる前からもう盛り上がり、エイちゃんコール、エイちゃん、エイちゃん、エイちゃん、ドーン。会場は真っ暗、シーン。そこでドラムのスネアの音から始まる、ドン、スッタ、スッタ、ドン、スッタ、ドン、タタタタ、チャーン、チャーン、チャーン。ステージ正面ビガーフォロー、ドーン、ドーン、ドーン。ハーレー20台引き連れて、エイちゃんがハーレーに乗って出てくる。エイちゃんの登場の仕方は、演出はいつも派手。一番印象に残ってるのが、真っ黒のスーツ着たトランシーバーを持った SP2 人が、最初ステージに2人が出てくる。そして周りを見て確認して OK です。そしたらエイちゃんが SP5 人に囲まれて出てくるわけ。周りはもう SP はこんな感じよ。矢沢さん、誰に命を狙われてるステージで SP なんかいらんやろと、ファンは誰も突っ込まない。エイちゃん最高と言いながら、どこかにスナイパーはいないか探すのが俺たちなの。これ本当の話。何年か前、大阪は通天閣がある西成区、あの町知ってる？泥棒の被害が一件もないの。なんでかって住人のほとんどが泥棒だからその町でエイちゃんが一人で歩いてたの。そこは SP つけろよ武道館に戻ります。曲5曲ノンストップで歌った後、やっと MC。 皆さんようこそ、今から2時間、日本の本当のロック紹介します。じゃあ他のロックは偽物かいと、ファンは誰も突っ込まないエイちゃん最高、エイちゃん以外の CD は叩き割りますっていうこの前さ、ユーミンのコンサート見に行ったわけ、あ、NHK の番組でね。そしたらさ、コンサート終わった後インタビューされたわけ。矢沢さん、ユーミンのコンサートどうでした？あ、よかったよ。でもね、ユーミンが見えないね。え、どういうことですか？ユーミンはさ、演出に頼りすぎてるよ。演出が派手だよ。え、あなたハーレン20代とか SP とかあれは何なのと、ファンは誰も突っ込まないエイちゃん最高、ワッキンロールに感謝しましょう。エイちゃん最高、筋肉に感謝しましょう。今のどういうこと？マイハーレン最高だって。帰りはもう全員がエイちゃんになってるわけ。今日のコンサート最高、俺さ将来ビッグになったから絶対エイちゃんみたいになってやるって。その人70近いクソジジイいい感じちゃいます？うん、ちょっと語りで本当にね、あのステージのなんか絵が浮かんできて、まあ俺も乗ったんですよ。ただね、
あれ、時間がね、3分30秒がギリで、そんで3分30秒超えたら照明が暗くなるんですよ。俺ちょっと途中でアドリブ入れたから時間が超えてしまって、あれ、オチまで行く前に終わっちゃったんですよ。まあ、あれ、照明がバーッと暗くなったから。まあ、そのアドリブいうのは、あそこですよ。この状況、俺はいいけど、矢沢はどう言うかなっていう後に、この、空席、俺はいいけど、主催者はどう言うかなっていうことをパンと思いついて一瞬で言ったのよ。まあ、受けたは受けたんやけど、あの時間が3秒か5秒ぐらい、あそこで使ってちょっとね、落ちまで行けなかったんですが、でもね、なんか、ああ、なるほどなって、ちょっと正解を見つけたような気がするんですよ。ほんで、まあ、お客さんも全然反応、もう前のお客さんなんか、もうなんか本当にコンサートに来てるみたいな、みたいな、ああいう顔になってる。なんか自分の喋りで、コンサートをやってるって、楽器はないけど、俺というこの話術という楽器を使いながら、やったような新しい武井テルリコのワールドのジャンルができたような、気がします。まだね、ちょっとこう、一部分がちょっとね、こういう風にやればっていう反省点もありますが、やっぱりこう見たらね、エイジャのコンサート本当にまた行きたいなと思いますよ。行こうかなと思います。あのね、エイちゃん、エイちゃんいうのね、あれね、みんなね、誰かが立って、ほんでセンス持って、ほんで客席に向かって言ったら、その周りの客が、エイちゃん、エイちゃんってコール&レスポンスしてるわけよ。それがいろんな場所でこう、やってるわけよ。ね、2階席とか。ほんで俺もあれ一回立ってやりたいなと思うやけど、やっぱちょっと勇気いんのよ。もしも立って言ってあんまりこうね、えいちゃんって返してくれんかったらかっこ悪いやんか。ほんで恥ずかしいなーと思って躊躇してたんやけど、いや、ちょっと一回、やっぱ勇気振り絞って、やっぱ俺も芸人やし、やったろうと思って、一回バーン立ち上がって、えいちゃん言ったら急にドーンって会場真っ暗になって、矢沢永吉プレゼンツ、コンサートツアーでコンサート始まりやがって。えらい恥ずかしくって、もう真っ暗とこう周りがね、クス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 笑ってんのよ。もうね、頼むから、今日のコンサートはこの真っ暗のまま終わってくれって、ラジオみたいに終わってくれと思ったけど、そうはいかんかったけどね。まあ、だから、なんか、いい具合にちょっとネタが成長したかなと思います。またこのネタをもっといいもんにこう育てていきますんで、まあ別にこれにこだわることもないし、例えばなんか他のねアーティストのコンサートとかそういうのをもうこういう喋りでやっていきたいなとは思っております。誰しようかな、あいみょんにしようかな。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。